テレ朝動画。富山さん、GK さん、はい、おはようございます。おはようございます。すいません、今日はなんか急遽来ていただきまして。いえいえ、もうお安いご用ですよ。タガジランドのためなら。今回そのファンタスティカマニアという試合を取りに来まして、はいはい、まあ、それ中西さんに言われたから取りに行ったんですけど、ほうほう、 VTR の解説なども含めて、はい、ちょっと試合を見ていただきたいなと、おー、はい、思っております。はい、ドーム解説並みに資料用意してきちゃったんですけど、はい、確かにすごいですね、はい、これ1試合分としてあると軽めです。あ、そうなんですか、はい、結構メモ書きがいっぱいあって1試合目でした。軽めですが、一応これちゃんと実況解説するんだろうなと思って。あ、そうなんですか。そしたらノートパソコン。ナイス、ね、ナイスですね。ここテレ朝の試写室なんですよね。スクリーンあるんですよね、大きいね。にもかかわらず、はい、パソコンで見るっていうね、はい、いう状況ですけども、はい、僕もここ来て初めてやる内容を知りましたから、ね。はい、くつろぎますね。はい、自分の部屋にいるようです。はい、ありがとうございます。マスカラドンというマスクマンがいるんですが、はい、はい、ご存知ですか、ジケさん。知ってますよ。あ、マスカラドンご存知。一度マスカラドンとか対談したことありますからね。見事にボツになりましたよ。あれは出てないんですね。そうです。そこの対談は丸ごとボツ。なんか京都弁で喋るんですけどね。京都弁で言葉とかメキシコの方じゃないんですか。ね、グラシャスしか言えない。なるほどね、はい。そうかそうか。そういう意味では GK さん一番ドンさんに関しては詳しいのかもしれない。決してドンビーキとは言えないですけど。いやいや、でもマスカラドンマニア。まあドンマニア。マスカラドンソムリエとして。はい、まあ。まあ、ちょっと私どもでは分からないところもありますので、うん、やっぱ実況解説のプロと、うん、もうプロレス大好きな、はい、豊本さんに、はい、ちょっとまあ VTR の解説なども含めて、はい、ちょっと試合を見ていただきたいなと、お、はい、思っております。はい、新日本プロレスワールドでもね、これ流れてないですからね、貴重ですよね、この試合は。確かにそうなんです。西ランドなんですが、あ、そうです、お世話になってます。お世話です。はい、ちょっと今日、まあ、中西さんに言われてと言いますか、うん、今日マスカラドンの試合を取りに来てくれということで伺ったんですけども、マスカラドン選手っていらっしゃいますか。いるんですか。あ、どうですか、うん、もしあれだったら呼んできていただいても今、はい、今呼んでくれる。いいですか。うん、いいよ。ちょっと待って、すいません。ライガーさんに用を頼んじゃダメですよ。本当にもう他にいなかったですかね。ねえ、お願いしますよ。すごい方なのに。あ、でも政治人。はい。マスカラドン。メキシカンなんで多少日本語でもわかります。おばあちゃんが京都のおばあちゃんなんで大丈夫です。一番初めてです。はい。おばあちゃんは京都の方ですからね、おばあちゃん。はい、岡山のおばあちゃんがいました。めっちゃ古いですね。そうですよね。そう、日本語は確かに喋っていただいてたの前。いや、はい、一番最後に会ったのはあれですよね。台湾で会われた。小籠包食べてた。あの時は違うでしょ。それはあなただよ。ああ、それ以外にもあったから。試合、去年の試合もね。ああ、まあまあ、はい、ね。こんなにマスクってずれてます。ああ、よかったよかった。よかった、さすがライガーさん。今日は、ライガーさんの紹介で、はい、今日試合しますね。ああ、ぜひね、かっこよくなりましたね。なりましたね。体になってるから。今日ライガーさん来てるんですか。知らないじゃん。ライガー、マネ、僕のマネだよね。はい。
職場じゃマネージャーなの。マネージャーなんですね。それなんですよ。中西さんマネージャー。だから中西さんちょくちょく会社に来た。今日何やってるの。そうですね。もう何かこういうところでね。何かまたそうか。京都大学、今日おばあちゃんちょっとね、あの今の神経痛が出てしまって来てない、来れないみたいな。雪だから、今日大雪だから。バッチリ降って見てますよ。これ東北じゃないから、京都だからね。いや、マスカルドーゼ氏の体はこれ見てもらったのがすごい、もうメキシコ人離れしてるっていうか、すごい体しますね。この体で空中サッと使えますし、滑らかな滑るような感じのジャベ、関節技にも入れるし、ラフもできるし、パワーもあるし、もうやばいっすよ。この選手本気で日本でこれからやっていこうと考えたら、岡田和親選手の目じゃないの実力もあってますね。やばいっすね。マスクトン選手、僕も食べたらね、彼はね、やばいっすよ。マスク取らないんですよ、バスの中で移動してる僕たちだけの空間ってあるじゃないですか。バスの中とかね、彼は絶対マスク取らないです。プロフェッショナル、ある意味です。僕はそういう選手っていうのはエル・サント選手とミル・マスカラス選手、あとまあサスケ選手、グレープサスケ選手ぐらいしか僕ちょっと思い当たる選手いないんですけども、彼もそういったポリシーっていうか、俺はマスカラドンなんだって。すごいプライド高いですよ。徹底しますね、徹底ね、徹底しないと本当に。徹底やっぱでも徹底どういうことですか。絶対誰も入ってこないよ。ああ、そうか、よく守るためなんだって。すごく親しみのある。T シャツもパツパツですね。サイズないんですか。親しみあるよね。体大きいから。京都弁なんですね。肩の位置合ってませんもん。本当だ。試合をしっかり取ると思うんですが、ちょっと中西ランド流と言いますか。よくこう中西さんがよく言ってるんですけど、なんか試合の時もちょっと。ファンも見て楽しめるようなちょっと公約と言いますか、今日僕これやりますみたいなのが、はい、をよく中西さんにやってもらってるんですね。はい、なんでちょっと今日マスカラドン選手なんで、はい、なんかせっかくなんでいつも中西さんが一つぐらいなんですよ。中西さんなんか一個今日二つにしようよ。例えばせっかくね、二つ、せっかくメキシコからはるばる15時間かかるでしょ日本まで。これね、本当に15時間ぐらいかかるんで、はい、まあ、そのわざわざ来てくれてるんでね、2つでちょっとやってもらいたいですね。できれば中西選手もセコンドついてね、一緒にやってもらいたいですね。なるほど。あ、今日セコンドには中西さんも疲れる。ちょっと絡げたらついて胸焼けしてるやつ。胸焼けしてる。ちょっと袖で絡めるっていうか。中西さんから胸焼けしてる。朝っぱらからあんなに食べてるのに。そうなのに。じゃあちょっと絡げたみたいで胸焼けしてますか。やったらメキシコらしいよっていう。あ、アドバイス。本日も心配です。あ、もうメキシコだって言ってますし。一つはメキシコってマリアッチなんで、ちょっと田内選手に対抗しよう。なるほど。エアーマリアッチ。いやマリアッチ、あ、マリアッチ、はい、メヒコメヒコ、これよっさんだな。そうですね。どっちもどうしても三味線みたいこれ、これは大丈夫ですか。三味線、三味線で三味線、どうぞ三味線、ハポメヒコマリアッチ、マリアッチ、シー、こっちです。そうそうそう。で、マリアッチ。しかし、マリアッチ分かんない人いるんですね。こんなことあります？で、最後、宇宙人じゃなくても、なんとなく知ってる。プロレス関係者であれば。勝ったらね。これ、俺、コーナーに持ってやってもらいたいですね。一本ですかね。本当に分かんないですけど。さあ、始まって。メヒコー。で、この歌何なんですか？メヒコー。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 大事ですね。無理で、すごい、やっぱりね、メキシコの血が騒いでる。なるほど。え、大丈夫ですか、そういう公約をさしてもらって大丈夫ですか。勝ったらやりましょうよ。なるほど、はい、これはでも嬉しい。嬉しいですね。これがやっぱメキシコ流なんですね。流ですね。で、もう一つ、はい、やっぱりメキシコってのはダンス、メキシコよくダンス踊りましたね。あれだって、マリア中にほう
足をこうやった。タタ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 タ。いやー、スライスですよ。無理ペンですよ。大変よろしい。なるほど。この2人です。だから、このそのダンスはほー、どん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 、どうしよう、次攻めに行け。まあまあまあ、せっかくの日本なの、はい、あのプリメラ発音ね、最初だよね、初めてだよ。なるほど、これすごいですね。そうです、この2つこれやるのは。でもね、どの選手大丈夫なんですか。はい、大丈夫なんですか。いやいや、中西さんにはそういう頼み方よくできるんですけど、はい、どの選手にこういうことを。いや、中西よりは僕の方が柔軟性がある。あ、彼はガチガチやから彼硬いから。体が、いや、いろいろと、いろいろ硬いから。そこはじゃあやっていただく、あの、まあ、公約としてもちろんできればっていうことなんですけど、はい、やっていただける。いやいや、チャンスあるだろう、やりますよ。だったらエアマリアッチをやると、試合中にダンスをするということですから、サービス精神旺盛ですね。心強かった。心強かった。ありがとうございます。